ぜひ皆さんの協力をいただきまして私が考えている日本の若者の意識改革をですね一緒にやっていただければなというふうに思っておりますので以下の説明を読んでいただきまして賛同いただけましたら協力をいただきたいと思います。 CJ S 動画の皆様こんにちは神谷宗平です。本日もじっくり学ぼう日本の軍事佐藤守先生ともにお送りしていきたいと思います。先生よろしくお願いします。お願いします。まあ前回あのシリーズでいろいろ話をいただいたんですけども、まあ今回はですねちょっと番外編的な扱いで <laughs> この17年の5月に先生がですね宇宙戦争を告げる UFO と。 いう、なかなかあのキャッチーなタイトルの本を出されてましてどうしてもね皆さんここ私もですけど UFO に目がいくとですねなんかこうオカルト本かというふうな評価もあるかとは思うんですけども、えー、これはでももともとはその軍事的な思惑があってこの本を出品されたということですので今日はちょっとこっちらの本の内容とかですね、まあ、どういったことを書いてあるかその前にね、はい、私と UFO の関係はね、はい、2010年にね講談社の担当者がね、はいあのー やっと見つけたっていう話でって言ったら航空自衛隊の、ね、パイロットいろいろ聞いてね UFOUFO UFO って言ったら、まあ、UFO 問題だったらね佐藤先輩ですよって <laughs> で佐藤さんってどの人だろうって言ったらやっと別件で僕は行ったんだけどそしたら、はい、えっって話になってねそれで2010年にの隊員たちの私の部下たちが実際に、えー、体験したものをね、はい、実名入りでね、うん、実名、顔写真入りで出したの一、はい、回 UFO って。はいはい それが消えんでね、うん、もうなんか ufo 作家になっちゃったんだけど。<laughs> テレビにもね <laughs> それ出やれたことがあるとけどもうね、<laughs> おちゃらか番組にかり出されたりね、<laughs> もうヘ辟キ,キしてんだけど。はい、でこれはね、あのー、まあ、その ufo っていうのは、まあ、それとメンバーでね、はい、あれだけども。そういう段階を超えててね、うん、なんかね、違うものがもう今宇宙でコンタクト始まってるぞっていう。感覚があったの。はいうん、で、そういう関係でね。 た、えー、たまたまさ最初の UFO の本を見た、ね、アメリカの青年がね、はい、僕のを訪ねてきて、はい、もう航空自衛隊の隊員をみんな見てるんだから、はい、その次の段階ですよってうわけ、はいうん、それで外国の方が評価してそれで、えー、彼と色々付き合ってたらねその思念伝達でね いろんなそのねもうう向こでその空飛ぶ円盤なんていうのは長、ね、いものが多いんだって、はい、テレビに出てくるのはねはい、はい、要するにもういろんな腎臓の、うん、画像を構成したりねもの、はい、をぶら下げたり、うん、そういうのに金持ってるの金食ってるのいっぱいいるんだって、うん、そうじゃなくて、えー、もっと違ったね光の構成されたものがいろいろ来てるんだけども、うん、それとコンタクトできるかできないかはね 人間の、ね、周波数がレベルが低いんだって<ー>地球人の、はい、でそれと高周波のあれとかどう合うかって言うんだけどたまにいろいろねそのなんていうかな瞑想っていうか座禅っていうかな高度、あのー、なね、あのー、宗教家、はい、あお釈迦様とかさ、はい、そういうのには分かるようなレベルのものでいうといろんなこのサェッションがあるんだよ。と、はい本当っていうわけでねよしじゃあ僕にもその簡単できるのってできますよっていうか、はい、あじゃあって言ってたらね 一昨年の3月にね、うん、ちょっと東京に来ますから、はい、彼は福岡に住んでるんだけどね、はい、え住んでるんだけど「いい,いですか?」ってから宿山梨県の山,山奥の宿へ予約しててくれって言うから、はい、ほいでその日行ったの、はい、そしてね家,家族全部ねたまたま土,土曜日だとか、はい、ほいで行ったらね山の中で新刊としたん、ね、で寒いね3月の28日もう寒いとかだってもう星空が素晴らしくてね、はい、そこで彼がいろんなね、はい レーザーザビームでねこ,うここに来てます何<ー>だか最初は分からなかったけども寒い中でね座禅をしてね、えー、手を合わせてねこう周波数をチャクラにね、はいえー、気持ちを根を当てある意味宗教みたいなね、はい、あれがあるんだけどずっと押してやってね1回目の時はねもうカメラ撮るのがもうし。<laughs> 記録を取らだからねカメラやるけどもうあのモニターが明るすぎてね、はい、そしてズームするとぶずれちゃうしね、うん、それで家内に怒られてね、えー、2度目はあ1時ぐらいから2時ぐらいまで夜 2, 2回も行ったんだけど「もうその時やめなさい」って,って、はい、で全部ねもう気持ちをそねて,てやろうってカメラやめ、はいはい、それでやってたらねあもう1月29日かあ、3月29日あ 29日っていうのは僕の両親のね月,にがい月違いメンチのね、はい、あそうかもう日が変わったからだからおやじとおふくろはね今どうしてるかなお星様になってるのとかね、うん、そんなね、はい、子供っぽい感じを持ってね、うん、いるんだったら見せてくださいよという話そんなこでやってたのまあしかし寒いしねもう星がいっぱい出てるんだけど北極星を中心に僕は見てたので、ねはい、もうあれだなもう今日は空振りだなと。はい せっかく彼はやってくれてんだけどね、うん、申し訳ないけどね今日はやっぱりちょっとだめなと思ってたらね北極線の、ね、右右右日本の、ね、星がねプーッとね、はい、動いたの。うん、でねちょうど動いた後は、ね、プーッとねあの蛍光灯、はい、蛍光灯のチューブ管があるでしょ、うん、あれがパーッと点滅してパッと消えたの、はい、あーっと思ったら後ろからね息子がね一瞬見てて「ああ動いた!」っつったの、はい。 み見たらって話でねそしたら来てるんですよ、はい、通信がね、うんまあ、回答はいろんなメッセージはもらえなかったけども、うん、なんかその証拠をねして来てるよということですよそれが最初の段か、うん、不思議なことあるもんだな家,家内もね見てんの。はい、不思議なことあるもんだなやっぱりこれはもう宇宙界っていうのはね、うん、神秘だなと。はい、こんなね星空の中をねよく俺星にぶつからんで飛んでたなと、うん、思ったの、はい、それがあるの。それでも、 お行く時にね山梨の山をね通って行く時に古民家喫茶があってね、はい、で、そこいつも行ってんだけど、うん、そこはしょっちゅう UFO 見てるの、はい、んだからねそのお嬢さんにね「うん、今日はこんなことでいいからねこう見てるやつだ見てます」って言ったらね、うん、帰ってきたら写真を届けて「はい、あの日の夜ねすごい UFO いっぱい出ました」って、はい、それがここに写真出,出していくるんだけのね。 カラーでね、うん、七色のカラーで、ものすごく綺麗でね、なんだろうっていうことで。えー、これ。っぱい、写真がありますね。うん、これね、黒かく。これおお<ー>。こんなの、あ、あるわけないの。はい。これ綺麗、これカラーじゃないからでね。はい,はい、はい<麗>、ちょっとわかりにくい。七色です。うん。 でねいや彼女はもう UFO あんた宇宙人じゃないって言ってる彼女だったからね <laughs>、うん、もうざーっと見てて、はい、間違いなくちょっと変わったね、はい、写真ですよそれは。やっぱりそういう証拠が取れたなっていうのでねこれをねあの写真出すことにしたんだけど、ねはい、基本的にはね僕はその UFO っていうのはそういう関係であれしたけども。 僕はこの宇宙でねあのディスカバリーチャンネルとかねヒストリーとかね「えー、ナショジオ」をずっと見てるんだけどもうね、えー、火星の問題とかね、うん、いろんな問題でねもう日本のねおちゃらか番組なんかもう全然違い低い、はい、もう全然天体宇宙のね専門家がいろんな解説をしてる、はい、それでまああのー、あれがね、えー 宇宙か地球,あの地球を攻めてホーキンガ発生が言われたり、ねうん、いろんなことが出てるわけね、はい、でその中で宇宙に関する情報をちょちょちょっとやってたらねやっぱりね異常なぐらい量が多いの、うん、で一般紙にもね共同通信なんかも出すようになってきた、はい、それをずーっとファイルしてて見ていったらこれはね何かしらね資源開発戦争が宇宙で起きるなと思い始めた。そしてねねねもうやけに、ね、中国は、ね 霜降りで宇宙に進出しようとしてるから、うん、これはね宇宙戦争はね中国が始めるんじゃないかと、うん、でアメリカはもちろんそれほっとかないからこの宇宙戦争を始めるのは地球人じゃないかなと思ってね、うん、いろいろ整理をしてて、うんはい、これはねタイトルはあ「地球人が宇宙戦争を始める」っていうタイトルでずっと書いて,て、うんはい、そしたらその面白い出会いを、うん、ぜひ中に入れましょうっていう話でね、はい、その体験談をちょっと書いたんです、うん、僕の基本は 今のいろんな軍事情報ね、IT からあれも入ってね、AT、AI t a も入っていろんな情報でこのままいってるとね人間がね地球人が暴走し始めてね、はい、傲慢でね、うん、何かしらおかしなことをやるその最たるものはね、うんえー、南シナ海をね取って離さないね、うん、あの国じゃないかっていうのに焦点を当てて、はい、ずーっと彼の宇宙政策進出、はい、これは用心しなさいよと、うんえー、いうことで。 まあ、ちょっと面白いやその UFO とのね、うん、きっかけの話から聞くとすごく信憑性が僕はそういう体験がないので、うん、あれですけどでもやっぱり僕の知人ではいるんですよね、うん、あのやっぱりこう石川県の方であそこはねもうメッカメッカでねあの見たって人もいるし、うん、まあ中にはあの、まあ、宇宙船かなんかわかんないけども、うん、まあそういう夜急にパッと連れてかれて。 でもいいらっししゃいますしね僕の後輩のパイロットたちはねいろいろ見てるの黒い玉がギャってうっかけてうっかて、はい、シュッと消えていったとかね白い玉がずっと付き合ってきてね逃げてこれなんか変なのいるからってレーダーに映ってないから、はい、それじゃね二フの与えた u 7でビャンって一挙にね一番フィー上がって、はい、ポッと見たらまたいったって。こ、えー、<laughs> れはね気持ち悪くなってそっちを見にして降りてきたとかね、うん、生の足実話でねあるの。 じゃ直接なんか攻撃されたとかないんですよね一番面白かったのはね今元気で元気じゃなくて、えー、喉を体,体感して空洞で、ね、有名だけど、はい、彼なんかはねファントムでね若い頃スクランブル行って帰りにね、はいえー、間にね茶筒のようなね茶筒のようなものを立ってたって、はいはい、でみんな「あなんだあれっていう話になって「あなんだそれってそんなの飛ばはんじゃないと、はい、ファントムのうん。そしたら先生が「はい、写真撮れ」って。 スクランブルだからね必ず写真撮ってる、はい、パチッと撮ったんだ、うん、バッチリ写ってたんだ<ー>そしてそれはきちんとね任務中だから、はい、きちんと報告書をだけ上げたんだけど、はい、行方不明になってる、えー、な何でお前その写真ねお前工房」っていうのは「いや僕はペーペーだったんですからねだからみんな見たんです飛行隊は、はい、なんだこりゃ」って言ってたんですよ うんなも、うん、いやその話も前ちらっと聞いて <laughs> いや,やっぱり自衛官の方がねそういう体験談っていうのはまあ嘘じゃないわけですからうそをつ,つくように言われてないと変なは巻き方が来たらね操縦が不可能になってね、うん、消えたらね治ったとかねそうすると整備員は困るわけだ。 原因のないのにね、はい、その感でしょいろいろこうなるんだけども、うん、しかしパイロットはそういうの見たの結構いるの。もちろん見てないのもいるけどね、うん、それをちょっと集大成したら、はい これれはそれからちょっと脱皮してね、はい、宇宙戦争を防ぐためにね、もうちょっと人類はね、うん、団結しなきゃいけないよっていうニュアンスでね、わ、はい、かりやすく書いてあるそうですね。まあ,あるかと言いますよ日本人だけじゃなくてこう地球人がね私利私欲だけで、ね、殺し合いしたり資源を、ねうん、取りまくってるとい,いずれね、第三勢力に、ね、よってこう、まあ、ある意味不要なものとして。うん うん、あの消されますよというような、うん、まあでもそれは当にあに自然淘汰のねあれに人間よりも強いものが来たらそう,う、ね、そうなりますよね、うん、地球温暖化もそうだしね核の問題もそうだしね、はいうん、ちょっとね人類は、ね、傲慢になりすぎてんじゃないかな、うん、どこがとは言わないけども、うん、あんまりにもね調子に乗りすぎてるぞという気をしましてねそれに対する警告でね。と、はい、いうことですね。<laughs> はいといととうことで、うん 今回はちょっと番外編でこちらの新しい新書の紹介をいただきましたが次回はからですね、こちらの安保体制と安保法制と自衛隊というこちらの方に基づいて、えー、自衛隊は、ね、何を守るためにあるのかというようなお話をお数回にわたって聞いていきたいというふうに思います。今回うもありがとうございました。